大学受験制度がまず邪魔です。日本の国立大学って基本的に研究大学なのに、うんうん、エリートサラリーマンの養成ですよ。でそれは僕もおかしいと思っていて、うん、頭のいい子っていうのは絶対詰め込み教育が嫌で、今の教育制度っていうのはついうっかり勉強をしてしまった子が偏差値の高い大学に行くっていう大学の知識を使って大学入試の問題解くと合ってるのに罰って罰されるんですよ。教育が何たるのかさっぱり分かってない話ですよね、うん、高校生のレベルっていう意味ではアメリカと比較したら日本のは高いの事実、高い詰め込み式によって全体的な底上げが実現されていることは間違いなく、アメリカと日本は比較にならない。僕らはバークレーでもスタンフォードとかでも切れ事言っても大事だと思ってて、逆で表向きは研究になってるけど裏では僕らはすごいやってる、うんうんうん、だったらちゃんと教育は大事だって言った方が学生大事にされてるって思わないですよ。でも例えばアメリカの大学みたいに PhD の子たちが教えるとか絶対ないし、うん、表向きとして教育大事にしてるって言いながらそういうことをやってるのは僕らはありえない。でもはっきり言ってあの最新のやつを教えようとしたらポスドクとか例えばでも最新のことは必ずしも 1,2 年生に教える必要ない、まあね、でもあの人たちの方がはっきり言って疲れ様です。あ、大丈夫ですか。ちょっと夜分申し訳ございません、はいはい、遅くなりました。遅くなりました。あ、これです。斉藤さんと野村さん。斉藤です。こんにちは。はじめまして。すいません、いいですか。すいません、お邪魔します。お邪魔します。あ、すいません、お邪魔します。あ、どうも。はじめまして。おお。おお。これ。おお、これがベスト。これスイートルームですか。スイートルームですか。は、はい。なんなんですか。注意ですね。食べながら。もう食べてください。うわすごい、あ、ごめんなさい、ごちそうさまです。はい、どうぞ。すいません。で何も決めずにやるだけなんですけど、今日せっかくなんで、まあ一応ちょっと前夜祭ということで、まあご飯でも食べながら雑談しようと思ったら、なんかすいません、ルームサービスまで。お疲れ様です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 。明日よろしくお願いします。川上さん、なんか話したいテーマあります？なきゃこっちでちょっと決めたテーマでやろうかな。あ、いいですよ、はい。フレキシブル。いや、だって話してるとかあるわけないじゃないですか。いきなりこのメンバー当てられて何話したいか。飯食いながらじゃあまったりですけどね。あれさっき何って言ってましたけど、大学の教育についてみたいなことですよね。でも今大学進学率って結構多いんですよね、北同棲。全体でどんぐらいですか、今。7割とかですか。日本全体の進学率は今確か6割ぐらいですよね。で東京が7割ぐらい で、うん、で地方は大体5割切ってますよね。僕らの頃3割ぐらいでしたからね。そうですね、うん、多分4割とかじゃないですか今ね。ちょっと今回やっぱり今話題になってるように、はい、大学作られたの、はい、あれはなんでなんですか。だから今の日本の教育産業全体って大学受験ベースなんですよね、うん、でそれで大学受験っていうのはもうこれ教育指導要項なんかで決まっていて決まってる範囲しか問題を出しちゃいけないってやつなんですよ、うん、でそうすると何が起こるかって言ったら例えば日本理系で一番頭のいい人たちは、まあ、多分灘高校のやつらだと思うんだけども、で彼らはその東大 D さんに何位で入るかっていうことに青春のなんすごく大きな一定でそれおかしいでしょうと、まず、うんうん、まずそれおかしいでしょう。多分僕らがね高校生の時ってみんなね受験勉強始めるって高3の夏なんですよね。それ私立行ってるやつは高2ぐらいから始めて、公立はもう高3の夏ですよ、うん、それが普通だった、うん、僕もそうでした、うん、そうですよね。そう、うん、でも別にそれでもその当時って、うん、僕とかでも京大とか入ったんだけど、うん、今多分生徒数が半分になってるから本当は難易度下がってるはずじゃないですか、うん、なんだけど今はもう受験勉強してないともう絶対通らないんですよ、うん、みんな勉強してるから、うんうん、しかもそれやってるのはそういうワンパターンな詰め込み教育ばっかりやってて、うん、N 校とかでね不登校生増えてますよね。そのなんで増えてるのかって言ったらみんなね詰め込み教育が嫌いになってるんですよ、うん、でそれが原因で、でそれはゆとり教育批判の反動なんですけど、
登校の子たちが実は頭いい子結構多いんですよ、うん、頭のいい子っていうのは絶対詰め込み教育が嫌でもう勉強しなくなるなと思ったんですよね。で多分今の教育制度っていうのは頭が悪いばっかりについうっかり勉強をしてしまった子が偏差値の高い大学に行くっていう構造になってるんですよ。これは特に日本の企業とかってね地頭の良さだけで採用してるのに、うん、実際には地頭の悪い子たちが詰め込み教育で底上げされたのがエリートとして日本社会のこれから背負っていくみたいなそういう行動になってるんですよ。でこれっておかしいでしょっていう。でそれをスキップするために大学作るんですけども、大学作る時にね基本的にはこれね N 校とねほぼね同じに合体させようと思ってるんですよ。要するに高校生の時から大学の授業を受けられる。でその制度自体は実はもう結構ね20年前ぐらいからあるんだけども、今の大学も高校も別に今の受験産業の流れの中ではそんなことやってもメリットがないから、そういう先に大学の授業を受けられるだとか、あとは飛び級の制度とかもあるのにね、どこも使ってないんですよ、面倒くさいから。しかもあれですね、大学の知識を使って高校、はい、大学入試の問題解くと合ってるのに罰って罰されるんですよ。そう本当なんですよ、やっぱり進学校で違います、大学入試とかでも入試とかですね、まあまあまあ、でも大学によりますよね。むちゃくちゃですよね。いやめちゃくちゃですよ。教育が何たるもんかさっぱり分かってない話ですよね。そうですよ。だから、僕は個人的に数学塾を中高生向けの数学塾をやっていて、うん、でそれは無料で現代数学を教える塾なんですけど、面白そう。面白いでしょ。そう、でただし受験数学は教えない。そう、現代数学受験数学関係ないですもんね。そう、そう現代数学だったら無料で中高生に教えるよっていうのでね、うんうんうん、で結構それもうね5年ぐらいやってるんですけども、結構レベルが高い子が集まっていて、もう中学高校生の時からジャーナルに投稿するような、うんうんうん、高校生が集まってるんですよ。でそういう子たちがまたね共通テストで点が取れないんですよ、受験勉強しないから、うんうん、だから基本ねそれがね日本の国立大学全部ダメで、だからね一人かなり一流のジャーナルにね、それもレベルの高い論文を投稿している高校生がいたんだけども、彼が、去年ですね、去年入試だったんだけども、うん、国公立はダメで、私立大学も AO とか受けたんだけど全部落ちちゃったんですよね、うん、でそれでしょうがないから UCLA のドクターコースに行ったんですよ。しょうがないからドクターいきなり、多分向こうのシステムだったら多分そうなんですよ、うん、だからそれどっちが間違ってるじゃん、その日本の大学システムでしょこれ、うん、明らかに。だからそこに風穴開けるためにそもそも受験勉強なんかしなくていいし、高校の時からもっと社会に役立つ勉強をするっていうので高校と中高大一貫のやつを作ろうと思って。ああそれは、はい、外からも入れあもちろんもちろん、ね、それはどういう感じで決めようと思ってますか、はい、なんか基準は入試というか、うん、いわゆる普通の受験勉強を要求しないようにしようと思ってます、うん、あと聞いてて興味あったのは、はい、その現代数学を中高生、中高生ですね、はいはい、中高生中高生ですね、教えるその講師陣とかはどんな方たち？大体数学科の院生とかですね。はい、一番乗りに乗ってるところの人がちゃんと教えてる。もう結構優秀な、うん、人たちに集まってますね。まあ、あとは加藤文也先生とか、うん、そういう先生とかにも、うん、それは楽しそうだな。どうですか斉藤さんは？いやまあ別にそれ自体は、うん、なんでじゃ批判今されてるんですか？なんで今批判結構されてるんですか？今補助線行くと批判されてないですよ。あ、その千葉大学で批判されてないまあ一部の、ね、まあウェブ界隈で初めちょっとやり取りがあったってことですね。その大学を作るって発表したら、なんか概要はどんな感じなんですか？え、概要はどんな感じなんですか？その論争のこの大学を作ったのはなんか陰謀で、なんか補助金を受けるための陰謀で、なんか維新となんかその政治案件だみたいな、よく根拠不明の陰謀論じゃない？陰謀論ですよ、陰謀論。維新との政治案件じゃないですか？え、違いますよ攻めますね補
長、副学長になってる上山真一さんっていう人が、うん、なんかあの万博の顧問かなんかやってるんですよね。でそれで重なってるからっていう、そうそう、東京都の顧問と大阪府の顧問とかやっていて、うん、その根拠っていうのはその中の先生の一人が医師の関係あるからっていう決めつけ、うん、で補助金狙いだっていう論争だったんだっけ、そもそもで言うと、あ、じゃなくてあの補助、これは補助金目当てだっていうふうに言ってるんだけど、うんうん、あの僕らは補助金は受け取らないって宣言してるんですよね、うん、あの記者発表の時に、うんうん、でそれであのまだ設置認可申請中、申請もしてないのに発表するっていうのは、これはあの違法だみたいな、これはいやルール違反だみたいな、そんなことをやってる大学はないっていう主張なんですけど、うん、あのまあこれね、確かに、ね、設置認可前に発表するのって変じゃないですか、変なんだけど、うん、でもこれルール違反でも何でもなくって、うん、日本の大学設置の認可審査の時にね、あのアンケートの提出を求められるんですよ。でそのアンケートっていうのは、あの本当にその大学に入りたい人がいるんですか、でそして卒業生を採用したいっていう企業はいるんですかっていうアンケートの提出が義務付けられてるんですよね。だからあの設置認可申請前に大学を発表してアンケートを取らなきゃいけないんですよ。だからむしろあの事前の発表が義務付けられてるんですよ。そういう意味は、うん、もちろん一般にやってるって意味では、あ、そうですそうです、うん、だから他の大学もみんなやってるんですよ、申請大学って、うんうん、だからあらゆる意味で、まあ、間違ってるんですけど、うん、そこはなんか事実として間違ってますよって指摘したら、うん、で今度は僕の嫁が経産省で、それはなんかうんたらかんたらとか、あとは日本財団が管理で、日本財団はとかっていう、なんかね、あのどんどん違うことを批判してもうめちゃくちゃですよ、うん、まあ、それ聞いてどうですか、斉藤さんは。よくない、私あんまり今回この問題追ってないんですけど、うんうん、なんか割と大学教員、私はまあ大学教員なんで、はい、知り合いの大学教員も多いので、はい、その界隈が割とざわざわしてたので、まあなんか知り合いの先生とかがそこに移動したとかそういうのもあると思うんだけど、どうざわざわしてたんですか。いや、だからあんまりよくわかんない、なんか全大学なんてみたいな、なんてみたいな、新しいことにはないと、みんなそういうことみたいな、何 なんですかね、その根拠、ね、まあでも救急業界って基本あの変化を嫌うんで、あらゆる改革に対して反対する人が多いですよね、うんうんうん、でも例えばその、うん、放送大学とかとは何が違うんですか。放送大学のなんかね、89ほとんどが社会人なんですよね、あとかほぼ社会人、うん、まあそうですね、ほぼ社会人で、それで要するに高校生が卒業していく大学じゃないんですよ。とかそいつ申請大学って基本的にはほぼなくって、みんな社会人が、うん、ほぼ中心なんですよね。でそれで卒業率が非常に低い、うんうん、放送大学だと多分 10% とか、うん、めちゃめちゃ低い、ほとんど卒業しないんですよね。でそれは何でかって言ったら、基本的にはレポートなんか送って、まあだから真剣ゼミみたいな感じですよね、うん、送ってそれを返してきて、でそれを採点するってやつだけなんで、うん、もう基本自学自習だし、そこに何か大学としての何かのコミュニティに参加できるわけじゃないし、うんうん、でそうすると続かなくてほとんどの人が辞めちゃう。で僕の場合っていうのは、元 N コンもそうなんですけども、まあ、通信の大学って基本的に高校もね、みんなそういうような感じで、やり取りだけなんですよ、レポートの。だから郵送で送られてきて郵送で返すっていうことしかないんですけども、ネットを使うと、まあ、ネットのコミュニティを使ったオンライン上の、もっとバーチャルの普通のコミュニティのある高校に近いものができるじゃないですか。で僕ら大学でそういうものを目指していて、まあ、とか高校で実際そうなんですけど、そういうふうに友達のできるネットの学校みたいなものを目指してるんですよね、うん、じゃあ高校の場合リアルの割合はどのぐらいで入れてらっしゃるんですか。高校の場合はこれの法律でね、なんかね、年に最低1週間は、うん、スクリーニングでやんなきゃいけないっていうルールがあるんですよね、うんうんうん、でそれ以外は基本オンラインです、うんうん、決められてるのは、うん、僕らの、その教材の制作費の80% が課外授業なんですけど、うん、単位のもらえない教材、単位のもらえないイベント、うんうん、基本的に全部任意参加のものしかないっていう、うんうん、でそれで逆に自由な高校を作ってるんですよ、うんうん、このままだと全大学の宣伝になっちゃうから、逆にその、はい、斉藤さんとか野村さんはまあカリフォルニア大学バックレコですけど、斉藤さん東大准教授、うん、今のこうやられてて、なんかこう感じる、こうした方がいいんじゃないかなとか、大学とか入試制度の問題点ってありますか。私はなんか成田さんじゃないけど、ああいうアメリカ型の入試方式も、うん、まあ、どうかなって思うところも
あるといえばあるし、まあ、全体的な大学入る段階でのこう高校生のレベルっていう意味ではアメリカと比較したら圧倒的に日本の方が高いのも事実なので、学力が高いですよね。だからまあそれが詰め込み式っていうことのまあ弊害として見ればそうなのかもしれないけど、やっぱその詰め込み式によって全体的な底上げが実現されていることは間違いなく事実なので、基礎学力は高いみたいな。高いですよ。もう圧倒的に。圧倒的に高いですよ。もう比較にならないですよ。アメリカと日本は比較にならないですよ。入り口。だからアメリカは大学院で優秀な子たちが世界中から集まってくるっていうことによって大学が成り立っているだけであって、うん、アメリカの高等教育の高校卒業生の学力なんて高校はひどいです。比較にならないですよ。じゃあ詰め込んでいいんじゃないですか、入試。だから私は別にある程度それもまあ一つのやり方だなとは思ってるので、うん、だからって全ての大学が日本でもそうあるべきで多様性ってみたいなある必要はないと思うので、うん、まあ、別にそういう大学があってでちゃんと子どもたちが学ぶ環境があってそれでまあ教える環境も先生たちに整っているのであれば、うん、まあ、別にそれは一つの特色ある大学っていう形になるんじゃないかなって今の話だけ聞いていればそう、そういう感じですけど、ね、野村さんどうですか。いや、まあ、いろんなのがあるっていうのはいいことですよね、うん、アメリカも試行錯誤してますよね、うん、相当いろいろ揺らいでます。で例えば今はもちろん入試はないんですよ、うん、でそれは入試が悪いとか言うとじゃなくてできないんですよ。世界中から来るから一斉入試って絶対できないです。時差もあるし、そんなの絶対あっという間にチーティングカンニングになるに決まってて、うん、そんなもん送っちゃえばいいわけで、うん、じゃあ高校の成績って言うけど高校なんてばらついてるわけですよね、はいはい、その高校の A の同じ A の価値がどうだかなんか分からないけど、そんな何百個もあって、はい、で、一応ねこれねコンセプトがコンセプトが、まあ、いいや、コンセプト、いや教えてくださいよ。僕ね、ワインは別に好きじゃないんですけど、ワインを買うのが趣味なんですよ、ね、ワインは好きじゃないけどワインを買うのが趣味。資本家の発想だった。資本家の発想ね。完全に資本家の発想でワインっていうのは勉強しなきゃいけないなと思っていて、僕はマーケティングが仕事なんですよね。でマーケティングっていうのは付加価値をつけるってことじゃないですか、うん、なんかどうでもいい、まあ、ただのブドウから出たなんか飲み物をすごい高い値段で売っている、うん、このワインっていうこういう仕組みに僕は興味があって。確かに面白いです。面白いでしょ。でその発想自体も面白い。そうでしょ。でそれね、これはなんかシャトーラトゥールとマルゴーっていう、まあこれ要するに一級五大シャトーのこの2つなんですよね、うん、多分1本10万ぐらいするんですけど、うん、でこれが本当にその値段の価値があるのかとかって疑問じゃないですか、うん、で あとワインの特徴っていうのは古いワインが美味しいってことにされてるじゃないですか、うんうんうん、でも古いワインですよ。古い食べ物が美味しいとかってなんか嘘くさいじゃないですか。本当にそうなのか、うんうん、でそれで僕そこに前から疑問があって、多分そこに何かからくりがあるだろうと。あんまり世の中にそれ悪口言う人いないでしょ。でそれ多分ね、検証のためのコストが高すぎることが原因だと思ってるんですよね、うん、あでも幸い金ならあるんで。本当にでもそうだね、本当に実際ブラインドテイスティングとかしてできるかって言われたらね、できる人ほとんど多分いないですよね。いないでしょ。そう、実際いないんですよ。値段を当てるのっていうのはまあほぼ難しい、うんうんうん、値段は多分実はちょっと違う要素が多分大きくなってるので、でそれでね、なんかいろいろね研究のために大量に買ってるっていう話を聞いてました。でそれでそれに恩恵味が預かってる。でこれがラトゥールってやつ でこれ2014年なんですよね。でラトゥールっていうまあ、いくつか大体秘密が分かったんですけども、うん、1個っていうのはこれね、年号がついてるっていうところがポイントなんですよ。じゃあ毎年何年、毎年何年っていう、でこの年が当たりだとか、当たりはそうですよね。でこれ何かっていうと、例えば当たり年ってどうなると思います。当たり年のワインってみんなよく飲むじゃないですか、うん、希少になるわけです。希少になるんですよ、うん、つまり年をやってると当たり年っていうものさえやったら勝手に値段が上がるんですよ、うん、でそうするとこのラトゥー、例えばマルゴーの2014年とかがもう20万ぐらいになってるとすると、うん、でそうすると、まあ、ずっと希少になってから値段上がってくるじゃないですか。そうすると今年のマルゴーの2020年が出ましたって言って10万円っていうとみんな安いと思うんですよ、うんうん、だから一つはこの年をつけて、その、ね、年ごとに出来が違うっていうことっていう誇張するわけですよね、差をね、
あの1個 の, そのすごく大きな、うん、あのポイントで自己ブランド内で差別化するって確かにすごいです、うん、方法ですね。いやそうなんですよ、うん、でねということは年ごとの当たりがね あった方がいいじゃないですか、うん、あの不作と当たりの差があった方がいいじゃないですか、うん、で実はそれ自覚的にやっていて、やっぱそうなんだ、そういうこともまでやるんですか。そうでフランスのボルドーはあの水をやっちゃいけないとかルールがあるんですよね、日照りになるじゃないですか、うん、日照りになると水をやると干ばつが水不足になっちゃうから、ね、要するに自然のままでブドウを育てなさいってやつなんですよ。あでそうするとねこういう高いブドウをどうするかっていうと日照りになるじゃないですか、うん、そうすると日傘を差すんですよ、うん、それで地面が乾燥しないようにして、うんうんうん、でそういう手間をかけてやるんだけど、うん、それ自然のままじゃないですけどねいやだから要するに日傘もそうだしあとはそのブドウのね悪いやつを手で寄り分けて出来のいいブドウだけで作るとかって要するに、ね、手間をかけるのは OK なんですよ、うんうん、手間をかけるんだけど手間をかけるのに水をやるのはダメなんですよ、うんうんうん、でそうすると何が起こるのかっていうと高いワインだけ人手を大量に使って美味しいものを作れるんですよ、うんうん、収量を絞ったりとかね、うんうんうん、出来が悪い時っていうのは早めにブドウの実を摘ってしまえば木になってるブドウの実が少なければそういう栄養が少なくてもあったりとか、つまり手間をかけるとうまくできるんだけれども、うん、そうじゃないとむしろまずくなるみたいなルールでやってるんです、うん、でそれ何のためかって言ったら要するに当たり年を作るためなんですよ、うん、そうするとさっきみたいな現象が起こるっていう、うんうん、でそのためにそういうなんかね、手を入れちゃいけないっていうのがもう決まってるんですよね、うんうん、なるほど。当たり年じゃない時に水まけはもうちょいいいものができるかもしれないけど、うん、そこを落とすことでそうじゃないところがトータルでもものすごいこうブランディングと価値ができるっていうやつ、はい、ポケモンカードのやついくつか光ってるみたいなもんじゃないですか。だからそういうのを自然発生させるっていう、うん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 、自然発生させる。でそれで、でこれ2010円、まあ、これ要するに古いやつと新しいやつ持ってきたんですけど、うん、こっちのね夏の2010年のね、絶対これまずいんですよ。ぜひ飲んでいただきたいんですけど本当にまずいからうちのどうしてどうしていたんですか。今マルゴのマルゴですね。マルゴはねうまいです。マルゴ、はい、マルゴうまいです、うん、で2010年のはまずいんですよ。なんでですか。檻がシャッフルされてるんで。うーん、だから古いワインを美味しく飲むためには決まりがあって、1週間これを立てた状態で、うん、今日持ってきちゃったからね。その間でもうぐる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 してる。そう、攪拌されてるんですよ。だから檻が攪拌されちゃって、檻も一緒に飲むんでまずいんですよ。だから古いワインを美味しく飲むためにはその檻を沈殿させて上積みだけ飲まなきゃいけないんですよ、うん、だからそのためにデカンタするんですよね、うんうん、あれ酸化とか言ってるけど酸化もあるんだけども、本当の目的は古いワインの上積みを取るためにデカンタするんですよね、うん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 。でこれはまあ攪拌されてるんでまずいんです。わざわざもったいないんですよせっかくうまくなりうるワインを攪拌して持ってきてまずいだろこれそうこの酸化されるっていうのがあって、ボルドーのワインっていうのは特にこの辺だとね3時間ぐらい開けとかないとあんまり美味しくならないんですよね。ちょっと苦くって、うん、で時間を経つとうまくなる。どういうことなのかっていうと、本当に美味しいかどうかっていうのは飲み方 が間違ってる可能性もあるっていうことで、ああ、うん、検証がしにくくなってるんですよ、うん、本当にうまいのかっていうのが。なるほど。正しい飲み方もしないとやっぱり美味しくない。美味しくないっていうふうな、逃げができるので、うん、ああなるほどねそうそうそう。でもそれ別に本当に古くしなくてもね、もっと科学的になんか酸化させるとかいう方法で本当は美味しくする方法は僕は実はあるんじゃないかと思うんだけれども、多分それをしないで自然のままに任せるっていう、風にするのが多分こう値段が高くなってる。大学の次はワインですね。ワインやったんだけどそういうね仕組みなんですよ。っていうのでとりあえず一応飲みました、はい、うん、飲みました。美味しかったですか。でもなんかもうこういうシャトーマルゴとか見ちゃうとね、余計そのバイアスが、まあ、確かにかかっちゃいますよね。かかっちゃうから、うんうん、斉藤さんマーケティングダメって言ってたじゃないです か、うん、過度なマーケティングダメなんですよ。過度なマーケティングね、これは OK ですか。いや分からない、まあ、ワインとかすごい高騰してるんですよねさらに上がってますよね。そうだ、それやっぱ過度なんですよね。分からないまあ高騰してるんで、まあ、あれですね、だほとんどの人たちこんな味分かんないですよ。それはもちろんうまいまずいっていうこう、うんうん、すごい大雑把なのは分かるけど、うちは5万のワインと10万のワイン、あ、それは多分絶対あるんですよ。
本当にその1000円以下とかの割と4000円とかは分かると思うんですよ、うんうん、でもやっぱね、1万円以上になったらちょっとまたもう、そう、そこになるともうかなりいいものになっちゃうから、味の違いは分かると思うんだけど、どっちがこの辺とか違うねってぐらい分かるけど、何をもってそれが全般として15万になってるのかとかっていうのは、はいはい、こっちもじゃあ飲んでみた方がいいんですね、これ後でちょっと、あ、ぜひぜひ、ぜひ飲んでください、うん、で、大学の何途中でしたっけ今、なんか完全に忘れました、多分大したことは全然なかったので、もう、まあ、そのままいやでもちゃんとその今日前大学の話するんだったらもっと勉強してきたらよかった。そうなんだよ、ちょっとそういう下準備の時間をね、そうですよ、あったもんじゃ、俺前大学の話すると思わなかったら炎上しそうだからまだ始まってもない大学なんで、いやだからそうなんですよね、現状ではあんまりどうこう言えないのかな、うん、でもそういう論争とかですら、うん、まあ別に論争、僕はあれですけど、うん、論争があったとかそういうことすら、うん、今知って喋ってるわけじゃないですか、僕川上さんがそれぐらい広めてるから、広めなければ拡散しない、いや、てか、あのそうですか、情報なさすぎですまあそんなにだって公にはな、公っていうか何だろう、違う、僕は高橋さんが僕に対するそのあらかじめの準備って今話してたから情報がなさすぎだと、まあ、その話です、いや大した論争じゃないんですよね、まあ無視でもよかったんですけど、うん、あのでも多分あの教育関係って必ずそういうね、あの左翼系の人っていうのが新しいことに関しては必ずイチャモンつけるんですよ、うん、そう絶対なんか 理屈をつけて、だからどうせそれって発生するから、あのちょっと見せしめにしようと思ってそういうのは起きにくいようにでしかも教育関係の、僕はその業界にいるからあれですけど、はい、あの 98% ぐらいあのリベラルの方なので、はい、はい、そうですよね、うん、僕はまあ別に反対側に触れてるわけでもないけど、そうでもないんですよ、ものすごい珍しいです、ものすごい珍しいです、リベ、そんなにすげえリベルじゃないってこと自体でもすでに珍しいと思います、まあ、98% 誇張しましたよそんなにないと思うんだけど、まあ、基本的にものすごい、うん、いわゆるインテリリベラルの人が大学の人、なんでインテリってリベラルで、あのリベラル流であるべきなんですか、でもそれってなんか大事なものだと思うんだけど、まあ、そのインテリの定義が、ね、リベラルとかほぼ一緒でしたからね、もともとは、もともとはもちろん知識人はリベラルは当然っていう、うんうん、でもあるべきとか言われたら俺なんか泣いちゃいますよね、だから、うん、別にあるべきと僕は思わないです、僕結構違いますから、うんうんうん、まあ、でも確かに昔ってそんな感じしましたよね、昔感じでそうですよね、皆さん最近少ないよな、だからリベラルな教授いるんですか、ちゃんと、あ、いますよ全然、うんうんうん、これバランスが取れてるの気にしてないですよね、そうですね、政治的なことは気にしない方が本当はいいんですよ、うん、例えば僕ら物理やってて、うん、物理やってる時にお前ちょっとリパブリカンだから採用しませんとかやったらおかしいですよね、おかしいですよね関係ないもん、関係ない、関係ないであるべきです、見りゃいいのか、はいはい、そうですよね、学問的な業績で見たんですか、あの学問的な 業績もそうなんですけど、うん、ただ学問的な業績とか言ってもあの本当にガチな業績持ってる人って新生大学に来るわけないので、そういう意味ではなんかあのまずは関係性のある、うん、先生ですよね、うん、それとあのもう一つは前大学そのものって新しいところでとても批判されるので、うん、あの批判をしにくい格の高い先生をちゃんと考えてですね前ってどういう意味なんですか、ちょっとすごい初歩的な、私も本当にそのレベルなんですけど、N 校なんで、まあ、N 大にしようかなと思ったんですけど、うん、N 大がなんか書いてみると字面がかっこ悪かったんでなんか N 大はちょっと違うなと、日大みたいですね、そう日大みたいですね、日大みたいですし、大学っていうとちょっとグローバルも考えなきゃいけないなと、うんうんうん、そしたらあの日本でも N 高校で相当ひどい名前だったんですよね、あの例えばあの沖縄県の私学科になんかあの最初申請するときに、うん、あの N 高等学校って持っていったら、ああ仮称ですねってあのあの担当官に言われて、 N がね、うん、いやあのそういう名前ですって言ったら30秒間黙り込んだらしいですよねそしてまあダメっていう貴族はないですねって言って OK してくれたんですけど、うん、まあそれぐらいあの変なやつだったんですけど、うん、まあでもあの日本国内はまだあの僕ぐらいもねいろんな、うん、あのなんかあの宣伝とかできるので、うんうんうん、あの今 N 高校って結構認知されてると思うんですよね、うん、名前が、まあ、でもこれ世界的には無理だなと思って、うんでそうすると世界の中で認知される名前 で日本の大学だっていうふうに分かって、うんなんか印象的な名前で禅っていう単語が、あ、じゃあやっぱ禅っていうのはそのいわゆる禅の禅を、あ、もちろん意識されてるって、うん、はい、そうです、それをそれを意識して海外でもあの外人がみんな知ってて
でそれなりにあの禅って東洋の英知っぽいじゃないですか、うん、クールって感じで、あ、そうですよ、ね、捉えられてますね。だからあの AI とも合ってるなと思って、基本でちょっと若干 AI もブラックボックスだし、うん、禅もね、そう、東洋の神秘でちょっとブラックボックス感があるので、うん、だからその AI 時代の大学っていう、あの東洋大学っていう意味でも禅っていうのはいい名前だなって、うん、まあ、もっと正確に言うとね、僕たまたまその時なんか SF 読んでたんですよね、うん、そしたら全国っていうのが出てきてあ、なんかあの外人は禅っていうのが国の名前になっちゃうんだみたいなね、あの全国、うん、なんかあのアルファベット全国だったんですか、なんだかな、アルファベットだったかな、ちょっと忘れましたけど、カタカナの禅だったような気がしますね、うんうんうん、まあ、僕は翻訳のやつ読んじゃって、うん、はい、でもじゃあ多分そうですよね、元は多分、あ、元は禅のやつで、うん、だって僕子供の名前禅になる可能性があったんですから、うん、ガチで検討したんですか、うん、検討しましょう、向こうの人にやっぱり読める名前にした方がいい、で、あ、逆今考えると僕はちょっと右の感じにもなってるから、うん、もうむちゃくちゃ日本的なこうゴンザブローとかでもよかったかもしれないんですけど、はい、誰にも呼んでもらえなくなるじゃないですか、まあ、別に長すぎるとね、うん、でも別にゴンでよかったと思ったけど、うん、でもそれの候補に入ってたぐらい結構クールな感じ、ね、名前ですよね、外人のイメージがある、そうですよね、そうそう、全大学、それで全大学したんだ、だってスティーブ・ジョブズなんてもう全、はい、とか言ったらもう喜んじゃう感じ、そうか、外人はね、全にすごいハマってる、うん、外人は全だと、あとじゃあ10分ぐらいで締めてきますけど、なんか10分ぐらい締めるの、あ、まあ、だからみんなが元気ならいいですけどね、ちょっと待って、でも明日あれですもんね、7時、はい、7時ぐらい、明日7時集合だっけ、なんか7時出発か、なんか最後ちょっと語っときたいことあったらせっかくでなんかこの3人でなんか食べるってこともないですからね、あんまないからな、その3人で食べるとか雑すぎますよね、まあないでしょうけど、あったら嬉しいなとなんかもうすでに楽しくなってきてるっちゃうかもしれないちょっとうちの研究部とか出てください、あ、はい、どういうやつですか、あの研究部って、あのその要するに中高、どういうやつも出ますけど、あの要するに中高生で、あのもうあの研究をしたいっていう、学生を集めてるんですよ、生徒、なるほど、だから普通にね、なんかいろんな結構、あのいろんなジャンル研究してますよ、あの水の翼がご存知ですか、あー、わかんないかもしれない、日本のやつ、あのそういうのあるんですけど、弘中平介先生が、あ、やってるやつで、ですよね、数学の、あの奈良とか海星だとか、うん、そういうあのトップ校の学校から毎年一人だけ代表を送ってもらって、うん、でそれで50人ぐらい合宿するんですよ、うんうん、でそれで筋の翼ってやつがあるんですけど、で結構ね、あのそっから若手 の、うんうんうん、学者とか結構出てますよ、筋の翼出身者、だからもうあの高校生の時にそういうあの一流の人に教えてもらって、でそれでも知的刺激を受けて、僕は今世界のあれなんですけど、はい、昨日のちょうど朝やってて、はい、僕は今あのやっぱり高校生のやつやってるんですね、はい、その僕がやってるっていうよりはその講師の一人でやってて、はい、世界中からもうオンラインですけど、はいはいはい、まあ、大体中国なんですけどね、はいはいはい、中国の人が4人でアメリカの人が2人かな、はい、で高校生で、はいはい、今ちょうど一般相対性理論やってます、はいはい、高校生で高校生一般相対性理論ですだから、ね、でそういうの結構みんなの方お金払って、まあ、あとは向こう あのアメリカの制度もあるんですよ、あわよくば推薦状書いてもらおうっていうのはきっとあるんでしょうけど、だからお金持ちのねご子息なんでしょうけど、うん、もう2回目だったんですよ、で 全10回なんですけど、明らかに分かってますよ、特相対性のレベルだったら、うん、単に金払ってなんかこうお金で推薦状買うとかじゃないですか、あ、だから高校生ぐらいであのそういうこといるんですよね、そう結構普通にいるんですよ、もうレベルがもう本当にっていうか、僕はもう高校生で聞いたからものすごいところから始めたんですよ、もう2回目ぐらいでその最初のターゲットレベルが違ったっていうのはすぐ分かりました、質問で、そういう教育がさっきのちょっと戻るけど、日本ではできない、なんか逆に進路に対してマイナスになって自分の将来、ね、逆になっちゃうんですよ、そう時間の無駄、まあまあ無駄とは言わなくて最低少なくとも時間の無駄、そのだったら詰め込んであの試験に出るやつをやってみたいな、でもそれだったらなんかその全大学みたいな感じで通信っていうよりかは、なんかむしろ川上さんにはそういうなんか天才たちのための大学みたいな方が両方やってるじゃないですか、中高の方がやってるんだから、あ、だから中高の方に方にもうやってるわけだから、あ、でも全部やればいい、大学で、そう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 、大学、いや僕が持ってるのは、うんうんうん、あの研究者っていらないだろうと、日本の大学で基本的に全部研究大学なんですよね研究者いらないな、いやだって日本の国立大学って基本的に研究大学なのに、うんうん、基本的に、ね、エリートサラリーマンの養成ですよ、実質やってる、あ、そうですね、研究者がほとんど出てないじゃないですか、なんだけれども文科省は未だにあれは研究のためなので、
あの別にあの教育とかが本分じゃないっていうようなことを言ってるのが日本のエリートの教育機関になってるんですよ。教育があれじゃないっておかしいですね。僕らはバークレーでも例えばスタンフォードとかでも、はいはい、教育ものすごい重視しろと言われます。でも実際は例えば自分の昇進とか評価は研究で決まるんだけど、はい、少なくとも表向きは、まあ、裏と表っていうのはあるかもしれないけど、俺表向きを切れ事言っても大事だと思ってて、日本は表向きも研究の方が上で教育は下なんですよ。 それをやってないんですよ。アメリカは少なくとも表向きは、いやでも逆で表向きは研究になってるけど裏では僕らはすごいやってるな。うんうんうん、だったらちゃんと俺はあの教育は大事だって言った方がいい。あの学生大事にされてるって思わないですよ。そんないくらやられててもやっぱり宣伝は大事じゃないですけど、うん、でも例えばアメリカン大学みたいに PhD の子たちが教えるとか絶対ないし、うん、いいじゃないですか。俺 PhD の子を教える PhD っていうかそれが悪いことじゃないけれど、それはでも表向きとして教育大事にしてるって言いながらそういうことやってるの僕らはありえないと思う。それが教育大事にしてないことっていうふうには僕は思わない。いやだってガルディだって結局研究者たちは研究してるからそういうことになるわけじゃない。でもはっきり言ってあの最新のやつを教えようとしたらポスドクとか例えば、でも最新のことは必ずしも 1,2 年生に教える必要ない、ね、まあね。でもあの人たちの方がはっきり言ってできますよ。僕らやってるのは研究今ちょっと全然違う話でここで、いやでも面白い。いやいやでも僕らの研究部っていうのはその高校生のやる気のある高校生を集めて、でそれにあのそのやこのやりたい専門分野のこの院生とかをあのマッチングさせるんですよ。TA としてそういうことやってて、でレベル実際高いですよ。高いんですよ。でもなんかそれどっちかっていうとなんかそういう東工業院の N 校の子たちがたくさんいたりして、それが高専大学につながっていくっていうか、さっきの川上さんの話はなんだシンクタンクみたいな形じゃないけれど、そういう今の日本のシステムに合わないけれどこう本当にいわゆるある種のエリートみたいな子たち向けの機関っていうのと、なんかそこはちょっとズレがあるのかなっていう気はしたんですけどね。いやあんまりあのだってあの基本的にそういうふうな何か研究したい子って全員大学に受からないですよ今の日本と。うん、それがそれがもう日本大学受けるな。でも通信制でやったらそういう別に研究者になりたいわけでもないしみたいな子もいっぱい来るわけじゃないですか。むしろあ、まあ、そうですね。ビジネス的にはそっちじゃない方のがマスになるのかなっていう気はしたので、だから実際そうで日本の教育問題ってね、あのまあ一つはそのあのまああのとか研究者養成のため あの仕組みとしては大学受験制度がまず邪魔です。でそれとあの縦割りになっていることもいけないと思ってるんですよね。それともう一個の問題っていうのは、まあ、ほとんどは実学あのサラリーマンになるのに、あのその実学の教育がおろそかにされてる。あの例えばアメリカとかだと別にそういうのってあの差別してないじゃないですか。例えば日本だと専門学校みたいな職業訓練学校であの難しいレベルの高い尊敬されてる大学ってアメリカ結構ありますよね。でも日本だとそうやってあのなくってあの全て大学の下のランクにあるんですよ専門学校っていうのは。でそれは僕もおかしいと思っていて、だって本当みんなだって就職するんだから。だとしたらその一般の総合大学を行くような人もあの職業訓練をあの受けなきゃいけないんだけども、あの日本はそうなってないし、あのなんかもうあのその上だっていうのがもう染みついちゃってるから、だからむしろその大学の大半の人にはもっと実用的な学問を教えて、で本当にあの研究をやりたい人にだけなんかあのスペシャルなコースを用意するみたいなのが全大学をやろうとしてることなんですよ。全大学も中でにこう二重に分かれて、ね、そう二重に分かれていて、でだからあのゼミとかも結構やるんですけど、ゼミは少人数制で一人でもいいって言ってるんですよ先生に実際あのその人が教育できればよくって、でそれで全部が必修じゃないので、あの多分あの勉強したくない子は取らないです、楽しみにしてます。なんか素晴らしい感じが、はい、もちろん新しい子もやからきっとトライアンドエラーでいっぱいあるでしょうけど、やっぱりそういうのを入れていかないとね、ものは良くなっていかないですよね。斉藤さんどうですか。そうで、で資本主義と民主主義っていうのはすごく相性がいいと思ってるんですよね、常にやっぱり消費をこう促進していくっていう社会のあり方自体が違和感がやっぱりヨーロッパってまだ残ってるんですよね。ネットによる民主主義って一時期すごい盛り上がったじゃないですか、それがあの、まあ、本当にしぼんだ瞬間っていうのってがあって、ネットによる民主化っていうのはもうポピュリズム以外にはなりようがないなっていう絶望、そういうポピュリズムではないと思います。やっぱりその単に扇動したわけじゃなくて、
やっぱりこれでやっぱりそういう社会運動とかで盛り上がって自分たちの代表を送り込めるみたいな感じで逆に盛り上がります。全然見方違うな。機械による機械が生み出した富をどう分配するかっていう問題だと思うんですよね。だって AI がもし富を生み出すとしたらそれって別に誰のものでもないわけだから。でも AI 作ったやつ多分そいつが全部ほっとけば、でもそのデータだって元から我々から来てるわけです、うん、だけど多分ほっとくとその人が全員持っていくから、そうそう、だけどそれは分配っていうことは考える人だ。リハックではですね、サブスクのまったりリハックという、サイトもやっております。こちらはですね、無題とか、リハックスとか経済の森の、楽屋トークとかアフタートークみたいなのも、たまにちょこちょこ配信したりしてます。なんかコンペだけなんかちょこっとしたちょこっとした話を、したり、意外にそこが面白かったりしてます。あと、生配信とかですね、たまにやったりしてますんで、皆さんとこうライブにやり取りしながら、お話をさせていただくので、私非常に楽しみにさせていただいております。本当にいい、まあ全然登録しなくても大丈夫ですし、ちらっと登録したい方は、登録してください。引き続きよろしくお願いします。